東京大学柏地区キャンパス。東京大学柏地区キャンパスは、千葉県柏市柏の葉地区に所在する東京大学のキャンパスの一つである。柏地区あるいは、柏キャンパスとも呼ばれる。柏、柏 E、柏の葉駅前の3キャンパスで構成される。なお、柏キャンパスは、柏地区キャンパスの一部である柏キャンパスのみを指すこともあるので注意を要する。 柏地区キャンパスは様々な経緯を経て誕生することになった。国立東京大学時代には東京都内に本郷、駒場、中野以外に八金、三鷹、現、国立天文内、六本木、物性研究所、生産技術研究所、田梨、原子核研究所、宇宙船研究所など各所に分散して校区を運営してきていた。 行政改革の流れの中で、一部府研究所の改祖、統合を経て、三鷹、六本木、田無地区を廃止することにして、柏地区キャンパスの開設に至ることになった。手狭になった本号、駒場地区の再開発と合わせて立案された3、極構造構想に基づき、柏キャンパスが設置された。世界トップクラスの研究施設、極限計測、強じ場、 コラボラトリーニュートリの観測、強磁場 MRI 等を整備したキャンパスで、2006年3月には、極超音速高エンタルピー風土も細貝、キャンパスか移設された。また、2006年4月には、柏国際キャンパス構想に基づき、留学生や外国人研究者、教員等に対する生活情報提供や、奨学金申請支援等のワンストップサービスを提供するため、 柏インターナショナルフィス推進室が開設されている。2007年1月の柏地区キャンパス開発利用計画要項、平成7年12月12日表議会承認の改正により、従来の柏キャンパスのほかに、柏の葉キャンパス駅と柏キャンパスのほぼ中間地点、柏キャンパスの南方約 1km に位置する柏 E キャンパス及び、 柏の葉キャンパス駅前に計画中の柏の葉駅前キャンパスも柏地区に加えられ、柏地区3キャンパス体制が決定した理学部、工学部の一部研究室、理学系研究科、工学系研究科の一部研究室、新領域創生科学研究科、かぶりかずもの連携宇宙研究機構、宇宙船研究所、物性研究所、大気海洋研究所、 生産技術研究所付属千葉実験所人工物工学研究センター空間情報科学研究センター環境安全研究センター柏市所保健センター柏市所柏図書館柏地区事務部1996年に米軍柏通信所跡地を取得して設置されたキャンパスである1999年に 物性研究所及び宇宙船研究所が柏キャンパスに移転した。本郷地区キャンパスの核研究科施設に暫定的に設置された新領域創生科学研究科核専攻の移転も2001年以降順次行われ2006年4月に移転完了した。2004年には2008年3月31日に廃止された高温プラズマ研究センター。 2010年4月1日に、海祖統合された気候システム研究センターを含む4つの全学センターも、柏キャンパスに移転した。2008年12月には男女共同産画の、観点から東大柏子どんぐり保育園を開園した。理学系研究科、東京大学大学院数理科学研究科、宇宙船研究所の3社が協力して構想した。 世界トップレベル国際研究拠点、数物連携宇宙研究機構旨が2009年、竣工した。2010年4月には、中野キャンパスの海洋研究所が移転し、気候システム研究センターと統合して、大気海洋研究所となった。2017年4月に、千葉キャンパスにある、生産技術研究所付属千葉実験所が、柏キャンパスに移転完了。 本郷キャンパスや駒場キャンパスと違って、キャンパスに門や塀はなく、また、学部のないキャンパスであるため学園祭もない。ただし、毎年10月下旬に、宇宙船研究所、物性研究所以下各研究所、センター及び、新領域創生科学研究科学専攻が、柏キャンパス一般公開を開催している。先端研究施設等のガイドツアーや、講演会、 サイエンスカフェ等も開かれ、内外の研究者のほか科学好きの子供たちを含めた多くの市民で賑わっている。総合研究棟と国立岩研究センターの間にある湧水池は、駒場の十二牢地、本郷の三四牢地をもじって56牢地と呼ばれているが、未だ特定のジンクスはない。池ではカルガモ親子が泳ぎ雑木林の中を キジの親子が駆け回るなど、大自然と超近代的研究胸群が不思議な、調和を保っているキャンパスである。なし。<シ>総合文化研究科の一部の研究室、診療域創生科学研究科付属障害、スポーツ健康科学研究センター、千葉県立柏の葉公園に隣接する柏良、e、キャンパスは、ケミ川総合運動場が縮小されるための、 大体措置として、旧千葉大学園芸学部農場の一部が東京大学に関され、東京大学の学生、教職員を対象とした運動施設として整備されつつある。現在は、柏キャンパスの教職員、陰性等を対象にトレーニングジム等が開放されている。将来的には、全天候用陸上競技場、8コース3種公認、野球場、 ホッケー場、テニスコート、体育館、合宿所、セミナーハウスなどを備えた総合的な体育運動施設とすることが計画されている。また、柏国際キャンパス構想にもづき、130個程度のインターナショナルロッジの建設も計画されている。なし。なし。フューチャーセンター、産学連携施設、国際研究支援施設。 駅前という利便性の高い立地を生かし、山岳連携オフィス、地域、山岳連携ギャラリー、国際ホール等を建設する計画で、約2000メートルの土地を2008年3月に取得した。柏の葉キャンパス駅前サテライトが2014年4月に完成した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。